はい、シューチャンネルのシューです。連日暑いです。先日ね、38度っていうね、バカみたいな気温になっちゃってね、あのうちの野菜も多少被害を受けつつ、なんて言うんだろう、スイカ割れちゃってますね。あの砂袋栽培の一応ね、一番大きかったやつがね割れちゃったんで結構ショックなんですけど、植物はね一応水やりさえ怠けなければしっかり育てるの感じで、今回で今からね、黒丸くん、黒いミニトマトの、苗を作ろうと思ってですね、今、ちょっと表出てきました。とりあえずね、あのトマトの代用でもね、作った通り、脇芽をね変えてやって、それをちょっと植え替えてあげようと思ってます。一応ねトマトはね、理論上はね、あの半永久的に増殖させられる植物なんで、ここね今いい感じかな。ただね、暑さでこうやってね葉がねちょちょ切れとるというか縮れとるっていうかね、いまいちちょっとね取りにくいっちゃ取りにくいんですね。ここら辺のがいいかな。今とりあえずね2本だけしっかりしたのは確保してます。なかなかね、どんな脇芽でもね植えりゃ根は生えるし根付くんですけどね。でちなみに黒丸くんはねまだね苗は全然大丈夫なんですけど、連日の暑さでねいつ枯れるかね、あの分かんないんで、ちょっとそれを踏まえてね先にね先手打っちゃおうっていう感じです。そうですね、今のこの実のなり方で言ったらもうちょっとがっつり剪定してね、水やりと気をつけてやれば、まだまだいけると思うんですけど、ちなみにね、あのスイカこの間収穫した最初の分なんかこうやってねまた裏なりでねどんどんできてきちゃってますね。今なんか気温がね高すぎるのか、そんな、おかしい現象、おかしい現象じゃないけどね、苗を処分しようと思ってたらね全然生えてくるもんだから処分ねするタイミング逃しちゃってみたいな状態になってます。はい、でここら辺ね、取れますねこれも。ただねなんかね生え方がちょっと変、葉の状態が厚さのためか微妙になんか形が、不思議な葉の形状とかになっちゃってますね。今ここんなもんかな。でスイカなんかちょっと放置気味でずっとやってたらで上にどん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 できちゃって、なんかまだまだ取れそうなものが出てきちゃったりとかもしてます。だからねちょっとね処分するタイミング逃しちゃって、今年はね下手するといきなり寒くならなかったら秋冬野菜が若干ずれ込むんじゃないかなと予想はしてますけどね。はい、おこんなんはでっかい雲がある、怖えな。もうこんな感じでね、これいい。こういう感じでね、苗作っていきますんで、で今回も土に植えてもね十分すぐね育つとは思うんですよ。今回の状態からすると、ただちょっとね発根する様子なんかもね、再度アップしていきたいと思うんで、同じような動画になってしまいますけど、このようにね今から、こんだけ取れば十分かな、やってみようと思います。黒丸くんね、結構ね探したんですけど、の当時、数ヶ月前ですね、なかなか売ってなくてね、やっと見つけた、苗というか、やつやったんで、ちょっとね思い入れがあるわけじゃないけど、ここで確保しとかないとね、なかなか、来年も探す雨になるんじゃなかろうかと予想しております。はい、戻ってきましたお部屋に。なかなかね黒丸くんこれなんかはいいね。しっかり育ちそう。とりあえず今日は仮で取ったので、またね、これなんかをね、ちょっと探してもっといい苗があればちょっと週から採集しましょうか。ちょっと黒丸くん自体がね5メートルぐらい、あ5メートルじゃない2メートルぐらいの丈になるんでね、あんまりね、部屋の中じゃちょっと難しいんで、そのちょっと対策も考えつつ、していこうと思いますけど、一応6株用意しました。2株は小さいからちょっと役に立たないかな。後日ねまた苗足したりとかして、近所にもちょっと配りたいと思いますんで、こんな感じですね。水にこうやって浮かべてあげて、で水に浸かっちゃうとねあんまり良くないんで、うまいことちょっと立てかけてね、こういう感じ でこう前回がね3日ぐらいでも発根してきたんですよ。だから黒丸くんも多分それぐらいには、
あと繰り返しね、この中に液肥、ハイポネックスとか観葉植物で鉢植えに挿しておくタイプのやつをね、1、2滴入れていくとね、もっとしっかり生えますんで。しかしやっぱ暑いからでしょうね、このね、葉の先がね、どうしても焼けちゃうんですよね。まあ今年はちょっと暑すぎるな。毎年暑い暑いって言ったけど、今年もやっぱ暑い。おかしいですよね、38度とかね、聞いたことないからですね。まあこんな感じです。黒丸くんの苗作りということで、またこちらも発酵したらね、鉢に植え替えますんで、その模様なんかもね、また動画に撮影しますので、皆さんよろしくお願いいたします。以上、しゅうチャンネルからでした。どうもどうもどうも。